お、フォークポップスに思いを乗せて、はい、皆さんこんばんは。時刻は夜9時を回りました。毎週火曜日夜9時からは吉田慎也のフォークポップスに思いを乗せてということで、今から1時間ね、しっかりと進めていきたいと思います。お相手は私吉田慎也がお送りいたします。はい、今日はですね、12月の30日ですね。もう年末ね、明日が大晦日で、まあ明後日ね、2015年に入るわけなんですけれども、今年今日がですね、この当番組吉田慎也のフォークポップスに思いを乗せて、最後の放送になります。はい、もうね、新年始まって2014年最初の放送がね、なんかもう昨日のように思い出されますけどもね。はい、まあだったら何かけたんだよって言われるとちょっとまたね困りますけどもね。なんか本当に1年あっという間だったなというふうに思います。はい、まあそんな、今夜の放送なんですけれども、今日はですね、ゲストの方をお招きしてお送りしていきたいと思っております。はい、まあそのゲストの方ですけれども、先週もね、ちょこっと触れたんですけれども、まあこの番組でもちょくちょく、曲をかけております。私ね、吉田慎也が 歌っております。ありがとう、あなたに贈る歌ね、この曲を作詞された方ね、東京の方なんですけれども、また後ほど第2コーナーからですかね、登場して いただきたいと思っております。その時にもね、自己紹介等々していただきたいと思いますので、第2コーナー以降からですね、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、本日は12月30日です、ね、皆さん今年の最初に、この2014年の抱負というものをね、それぞれ皆さんお一人お一人何かこう抱負を目標を立てたんじゃないかなというふうに思いますけれども、その目標はね、いかがですか、いかがですかっておかしいね、目標の通りこう進んでいかれましたかね。まあ、目標通りに行くことがまあね、人生全てではないですけれども、どうだったでしょうか。はい、まあ、今年のね、僕個人的な重大ニュースというものがね、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、その中のトップ1、2を挙げるとですね、もうどっちが1かどっちが2かわからないんですけれども、挙げられないこれは。はい、そのまあ一つがですね、まあここFM 読谷の、テーマソング CD 集が出ましたね。11月に出ましたね。でその CD に、私吉田慎也参加させていただきましてね、6曲目に入れていただきました。これはね、やっぱりこう番組をさせていただいてね、開局と同時にですからね、もう6年丸6年経った時に CD 出たわけですから、ここに参加できたというのはね、もうすごく嬉しいというかね、やってきてよかったなという思いもありますし、これからもね、身が引き締まる思いでもありますからね。はい、まあ、これがその1です、ね、そしてもう一つはあれですね、僕の高校ね、出た高校母校から声がかかってね、歌いに行ったということですね。はい、まあ、11月14日、僕の母校下関国際高校のですね、創立50周年、ここのオープニングでぜひ歌ってくれないかとね、教頭先生から連絡をいただきまして、はい、これはね、もうね、なんていうのかな、もう天にも舞うような嬉しい気持ちがありましたね。はい、そして当日も下関のあるホールの大ホールでね、全校生徒、下関市議会議員の方とかね、全中学校の校長先生とかで、山口県内の高校
ね、校長先生、教頭先生、県議会の方々、まあそうそうたる皆さんの前でね歌えたというのはなんかこう恩返しではないですけれどもね、本当にこう自分を信じてやってきてよかったなっていう思いもねその時に感じました。はい、まあ、それがね、私のトップ 1,2 の、まあ大きなニュースだったわけなんですけれども、皆さんの方はいかがでしたかね。ちょっと聞いてみたい気もしますけれどもね。はい、まあそんなこんなで、2014年あとわずかですけれどもね、この自分を信じてね、明日を信じて、2015年も行きたいなというふうに思いますので、来年もよろしくお願いいたします。なんか来年もっていうとね、まだ今日はこれからですからね、この番組ね、まずこの放送しっかりとやっていきたいと思います。皆さん1時間どうぞよろしくお願いいたします。はい、 FM 読谷では、皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールの方はすべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp です。ファックスの方は 098-958-7861 までお願いいたします。皆さんからのたくさんのメッセージをお待ちしております。はい、それではですね、本日最初の曲を聴いていただきたいと思います。まず最初は私吉田慎也の曲で笑いじわ、聴いてください。どうぞ。いつの時代も
気づかれするよりも歌でも歌いながら大きく笑っていたいから、ありったけの笑顔で今日を生きよう、変に無理しなくてもいいからね、青い空に包まれて緑の花たちも一緒に、笑いじわの出るくらいに笑っていたいね、笑っていたいね、笑っていたいね。はい、聞いていただきました曲は、私吉田信也の曲で笑いじわでした。はい、それではですね、続きましては、アメリカの曲をお届けしたいと思います。まあアメリカというとね、まあアメリカに限らずですけども、まあジャンルはこの洋楽の方ではなくてですね、アメリカ民謡と表記されています。まあ、これが民謡というまあジャンルなのかね、ちょっとまあハテナもあるんですけれども、まあそういうことなんでしょうね。はい、ということで、その曲をお届けしたいと思います。いいですかね。はい、それでは聴いていただきたいと思います。アメリカ民謡ですかね、テキサスの黄色いバラ聴いてください。どうぞ。はい、聞いていただきました曲は、テキサスの黄色いバラでした。はい、では CM です。
はい、時刻は、夜9時16分過ぎたところですね。はい、それではですね、本日ね、番組冒頭でもお話ししましたが、ゲストの方が見えております。はい、なんと東京から来てくださってるんですね。はい、もうね、今日はすごく朝から僕もね楽しみにしていたところなんですけれども、いよいよこの時間が来ました。はい、それではですね、ここで紹介したいと思います。では本日のゲスト、東京からお越しいただきました。どうやって紹介しようかな、ちょっとご本人にねしていただきましょうかね。それではお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。東京から来ました高野と言います。高野さん。そうです。はい、僕今どうね紹介しようかなと思ったんですけど、はい、高野さんですね。はい、はい、ようこそお越しくださいました。いや、もう初めてで、緊張してるんですけど、そうですか、気持ちがもうワクワクしてて、あ、本当楽しみだな、そんな気持ちの方が強いですね今日はね。あ、そうですか。はい、なんかね、僕も高野さんと出会ってもう4年5年になりますかね。あ、もうそんなになります。なりますよね。で、年に1回か2回か会うぐらいなんですけれども、うんうん、なんかね、いつもこう妙に落ち着いてるねっていうね、そんな感じがあるんですけども、これはまあ今日はお話しないでしょうけれども、うん、職業柄なのか、もともと持ってる高野さんの雰囲気なのか、うん、ね、でもとてもいい雰囲気ですね。そうですか、ありがとうございます。なんかこうみんなをね、落ち着かせる何かがあるんですよね。本当ですかね。あるある。はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、この高野さんなんですけれども、まあね、私吉田真也と一曲ね、はい、共同で歌を作りまして。作りましたね。作りましたね。はい。ああ、でもな、まあそのね、歌を、曲をつけてほしいと話があった時に、はい、まあタイトルはね、ありがとうあなたに贈る歌、実際この番組でも何度かおかけしています、うん、そしてね、東京のライブでも一緒に歌いましたね、うん、やりましたね。やりましたね。夢の実現。夢の実現。はい、まあ、そのありがとうあなたに贈る歌を、まだタイトルはなかったかな。そう、タイトルは確か一番最後に決まったんです、うん、はい、あ、そうでしたかね。なかなか決まらなくて、最後の最後でいろいろ考えてこれにしようということで決まったんです、うん、はい、そうでしたね。はい、はい、でも、その詩を見たときにですね、まあ、僕なりに最初につけた曲、うん、感じの曲が、まあ、ちょっと楽しいような感じの、ね、曲に仕上がったんですけど、うん、こんなのできましたよってこう電話越しでこうギターを弾きながらね、うん、歌ってみると、うん、覚えてますよ。いやー、深夜さんすいません、そうじゃないんですよ、うん、ちょっとダメ出しをいただきましてね、ちょっとイメージがちょっと違ってたっていう、うん、まあ、でも大事なことですね、はい、あまりにこう妥協してしまうと、うん、自分のイメージとね、うん、大事にこう温めていた詩なわけですよね、うん、それを僕がこう頼まれたからといって自分のイメージでこう楽しくやると、やっぱこう詩を書いたご本人のね、うん、思いが変わってくると、うん、ね、ちょっとがっかりですもんね。まあ、でもそのおかげというか、うん、はい、次に来た曲が、うん、はい、ドンピシャでもうそれを聞いた瞬間、もう涙が出ました。あ、そうですか、はい、あ、よかった、うん、はい、まあ、楽しい感じじゃないとなると、うん、まあ、しっとりめの、ね、うん、ギターでいうとまあアルペジオポロンポロンかなと思ってやってみたんですけど、うん、まあ、なんとかね喜んでいただけて、うん、もうイメージにぴったりで。あ、そうですか、ね、あ、よかった。もう布団の中でその曲を聴きながら、はい、涙が出てくるのが、ね、もう不思議でしょうがなくて涙が出る。もう自分の書いた詩に涙が出る。もう感動しました。いや、よかった、はい。まあ、それからね、本格的にこの楽曲、ね、うん、アレンジを加えて、はい、ね、そうですね、うん、はい、まあ、これはね、うん、僕がいつもお世話になっています、知花辰美さんにお願いしまして、はいはいはい、結構、やり取りを、ね、うん、しまして、まあ、そしてできた楽曲が、うん、あんな感じなんですけれども、あんな感じって言ったらおかしいけどもね、うん、はい、いや、でもいい曲に仕上げていただいて、うん、もう本当にもうこの曲のタイトル通りなんですけども、本当にありがとう、そういう気持ちです、はいはい、今日はですね、このありがとうあなたに贈る歌、実際ね、後ほど、まあ、第3コーナーになるかと思うんですけども、高野さんに
歌っていただこうと、あ、そうですか、思うわけなんですけれども、はい、いいですか。わかりました。はい、じゃあまずそのね、皆さんにこの生歌披露していただく前に、この曲のできたエピソードというのはどういった感じなんですか。うん、そうですね、まあまあ、慎也さんと初めて会ったのがもう今から数年前、はい、うん、もう忘れてしまったんですけど、はい、まあ、ある場所で、うん、まあ、偶然会ってそれからのお付き合いになった、うん、ね、沖縄市の、まあ宿ですね、はい、もうボイラーの件ではよく ね、お世話になってボイラーってどこあるんですかそれが最初のね、最初の会話でしたね、はい、まあ、そういうところからお付き合いが始まって、うん、はい、で、まあ、いろんな人に感謝の気持ちを伝えて生きていくっていう生き方をしたいな、そういうふうに思うようになってきて、あ、高野さん自身が、自分自身が、はい、うん、でその人への感謝の気持ちをなんとかこう歌にして、はい、で自分が好きな三線と、はい、それからギターのコラボで曲ができたらいいなと思って、はい、いろんなこう気持ちから出る言葉をメモに残して、はい、それがもう1年以上貯めたんです。いいですね。うん、温めて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 、はい、でそれをなんとかこの気持ちが伝わるような物語風にして、はい、詩にしてみたい。でそれを慎也さんに見てもらって、ぜひこの詩は慎也さんにメロディーをつけてほしいなと思って、あ、そうですか、でお願いをしたっていう経緯がありました。はい、ありがとうございます。まさかあの時のね、ここボイラーどこあるんですかからね、こういった関係になるとはね、面白いですね、人生ってのは ね、ですね、はい、そっか、まあ、今日は三振もね、はい、持ってきていただいておりますので、はい、うん、楽しみですね。三振を持っているということは何かこう三振の活動もされてるんですか。そうですね、地元、うん、町田なんですけども、あ、東京の町田の、はい、いいとこですね、まあ、そこで、うん、まあ、あるエイサーのチームに入っていて、まあ、エイサーのチーム、はいはい、東京のエイサーのチーム、そうですね、町田市の、はい、そこで、歌わせてもらってます、うん、あ、そうですか、はい、エイサーで歌を歌わせてもらってますというと地方に、そうですね、なるわけですね、いわゆる地方ということで、いわゆる地方いわゆる、はい、地方もどきのことをしています。もどきまあね、こんなこと聞きながらですね、僕もそのエイサーチーム、はい、ね、うん、なんていうんですかね、まあ、その高野さんたちのエイサーのチームの前にライブをさせていただいたことがね、うん、ありましたね、あるんですけども、はい、東京の町田のあるね、うん、イベントって言っていいんですかね。そうですね、お祭りですね。お祭りですよね、はい、そこで高野さんたちがそのね、うん、町田郵政、はい、郵政ですね、というエイサーチームですね、はい、まあ、あるというんで、うん、そこにお邪魔できないですかねみたいなね急にね話をしましたら、はい、高野さんが連絡を取っていただいたんですかね、うんうん、はい、そう、ぜひ、はい、歌ってください、うんうん、あれはねすごく楽しかったですし、うん、ね、僕たちの後ろにはそのエイサーのみんなが、ね、待機しててですよね、はい、覚えてますかね。覚えてますよ。覚えてる、はい、はい、まあ、あのイベントまた出たいですね。あ、もうぜひ来てください、はい、うん、っていうか自分が主催者じゃないんですけどねそういう機会があったらもうぜひ、はい、うん、出て歌を披露してほしいなと思います。 ありがとうございます、はい、まだね、第2コーナーちょっと時間がありますので、はい、メッセージちょっとねいただいておりますので、紹介したいと思います、はい、いいですか。はい、はい、じゃあメッセージここでね、紹介したいと思います。まずこの方、ラジオネーム SL 君からいただきました。どうもありがとうございます。久しぶりです。 SL 君、高野さんもね馴染みの、はい、からですね、はい、読みます、こんばんは、慎也さん、町田郵政の SL 君です。こんばんは、久しぶり、ね会社が、今日から冬休みなので聞いています。前回は確かお盆休みに入るという時でしたね。ありがとうございます、今年もいよいよ明日一日ですね、慎也さんはどんな一年でしたか。僕は風邪もひかず元気に過ごせた一年でした、はい、僕は
今年は沖縄に行けなかったのが残念でした。でも新谷さんが町田に来てくださったので嬉しかったです。ねえ、あれは何月だったかな。4月、5月、5月ぐらいぐらいですよね。はい、はい、なんかあっという間な感じがしますけどもね。来年は全頭エイサーの時に行こうとみんなで計画しています。リクエストはありがとう。あなたに贈る歌です。嬉しいですね。ねこの後、ね、はい、披露していただきますけれども、はい、母が好きな歌です。お母さんが、お母さんが大好きだと。ありがとうございます。ね、高野先生、来年もよろしくお願いします。はい、高野先生と来てますけど、はい、先生なんですね。はい。新谷さん、また町田に来てください。お会いできる日を楽しみにしています。というですね、SL 君からいただきました。どうもありがとうございます。ということは今頃その東京町田の方でね、ネットでライブで聞いてるんですかね。うん、あの見てるってことでしょうね。そのネットをつないでユーストリームの方で、あ、そうですか。あちらにカメラがありましてね。いやちょっと緊張してますね。SL 君からしてもちょっと不思議な感じかもわからないですよ。ね。はい、いつもお世話になってるあの高野先生がみたいなね、はい、高野先生と言ってますけどもね、もう、はい、SL 君そしてお母さんお元気ですかね、はい、沖縄でも結構ねここ最近はちょっと暖かいですけれども東京が寒いというニュースの時はやはり沖縄も寒いですからね、風邪ひかないようにこれからインフルとかねウイルスとか流行ってくる時期ですから、体調に気をつけていきましょう。お互いね元気に過ごしていきましょう。この後ね、ありがとうあなたに贈る歌生演奏でいきたいと思いますのでぜひそちらの方も楽しんでください。元気にねいきましょうね。メッセージどうもありがとうございました。はい、はい、それでは、第2コーナーは一旦 CM に入ります。
吉田慎也のフォークポップスに思いを乗せて、はい、時刻は、夜9時32分を回りました。第3コーナーですね、第3コーナー。はい、それではですね、生歌に行く前にですね、まずちょっと お知らせです。第5回新ビチ映画祭結婚式映像余興 DVD エントリー作品募集のお知らせです。おめでたいからこそ目立ちたい第5回新ビチ映画祭、今回も予選会が第7回沖縄国際映画祭の会場で行われます。ただいまエントリー作品を募集中。あなたの持っている結婚式映像余興を10分以内の DVD にまとめ FM 読谷までご持参ください。数多くのエントリー作品の中から選ばれた上位10作品が第7回沖縄国際映画祭の予選会場にて上映されます。エントリーは2月28日までの締め切りとなっています。詳しくは新ビチ実行委員会 958-7862 958-7862 までお願いいたします。たくさんのご応募をお待ちしています。以上、第5回新ビチ映画祭映像余興 DVD エントリー作品募集のお知らせでした。はい、それではですね、ここでちょっとじらすようですけれども、もう一つねメッセージいきたいと思いますが、高野さんいいですか。はい、はい、それでは、この方紹介したいと思います。月光さんからいただきました。どうもありがとうございます。実は先週もですね、はい、ありがとうあなたに送る歌リクエストいただいてたんですね。嬉しいですね。ね、読みます。深夜さんこんばんは。こんばんは、月光です。深夜さんの声がラジオで拝聴すれば胸がワクワクします。お、ありがとうございます。ね、なんかワクワクしていただけるとね、そう聞くとこちらの胸もワクワクしますね。チムドンドンですね。チムドンドンです、うん、チムドンドン、そういうことですよね。ですね、はい、僕も泣いちゃうなんですよね。多分高野さんなんか詳しいかもしれない。いやいや、ね、リクエスト曲ありがとうあなたに贈る歌をお願いいたします。素敵な曲を作詞された、高野さん、ね、がスタジオへお越しになると聞きました。本日放送時間を間に合わせ、スタジオへ行く予定が、あら、体調を崩しまして残念ながら断念しました。残念無念。本当ですね、残念ですね。年末のこのやっぱ忙しい時期だからこそっていうのもあるかもわかりませんね、うん、はい、はい、ちょっと早くね体調を良くされてください。これは長引くとね、年始の仕事にもまた影響するでしょうからね、しっかりまずはね、休んで過ごされてください。あったかくしてね。はい、追伸、年末は冷え込みます。体調にご自愛くださいというね、月光さんからいただきました。高野さん、はい、ありがとうあなたに贈る歌のファンの方ですね。慣れないですね。慣れない。でも嬉しいですね。そうですね、はいはい、じゃあね、そんな、月光さんにも聞いていただきたいと思いますし、はい、先ほど、ね、メッセージをいただいた SL 君、お母さんも聞いているということで、まあ、ですか、その他にもたくさんの方が、ね、ラジオを聞いて、そしてこう言うとちょっと緊張するかね。ね、ネットの方でも見てくださってると思いますので、はい、いいですか。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それではですね、作詞高野康夫、ね、作曲私吉田慎也、ありがとうあなたに贈る歌、この曲を聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。
暖かい日差しを感じながら、そっと手を伸ばせばそこにあなたがいる。小さな手から伝わるぬくもり、すっと心に染み込んでゆく。支えてくれたのは優しい笑顔と澄んだ瞳の輝き。あなたのその笑顔を眺めていたいから、喜びも悲しみも一緒にずっと寄り添ってゆくよ。隣で笑ってくれてありがとう、隣を歩いてくれてありがとう。あなたの流したその涙、あなたと離れるこの辛さ、いつまでも抱きしめていたい。少しでも時を止めることが、巻き戻すことができるなら、あなたに会えたから今こうして、明日へと歩いて行ける。あなたの瞳に映る海はいつまでも青いまま、そのままでいてほしい。隣で笑ってくれてありがとう、隣を歩いてくれてありがとう。歩いたわずかな時間、言葉が浮かばないまま時だけが過ぎてゆく。どうにも伝えきれないこの気持ち、月の光に乗せて届けたい。忘れないでいてほしい、いつまでも覚えていてほしいから。あなたの瞳が色褪せないように、僕はずっとそばにいる、いつもあなたの味方だから。そばにね笑ってくれてありがとう、隣を歩いてくれてありがとう。隣で笑ってくれてありがとう、隣を歩いてくれてありがとう。あなたに会えて本当によかった。
いつの日か一緒に奏でる未来予想図。柔らかな風に二人包まれて、今日もまた明日へと歩き始める。はい、ありがとうあなたに贈る歌でした。はい、いかがだったでしょうかね。高野さん、緊張しました。まあ緊張しますよね、はい、僕もやっぱり何年経ってもね、ここのスタジオで歌うのはやっぱ緊張しますもん、はい、まあね、高野さんの歌声、そしてこの詩の思いがですね、ありがとうあなたに贈る歌届いたんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、どうですか、ぜひ皆さんに一言何かメッセージがあれば。いや、もう本当に感謝の気持ちを歌にして、はい、うん、まあ、いろんな人に聞いてもらえて、楽しんでもらえたらいいなと思います。あ、そうですね、はい、本当にこの曲を聴いて、また口ずさんでもらえると嬉しいですよね、うん、そうです ね、はい、ね、どこかで一緒に歌えるチャンスがあれば歌ってみたいなと思います、はい、あ、そうですね、いいですね、はい、ありがとうあなたに贈る歌でした。何度かね、この番組内でこの、ね、僕の歌声で聞いていただいてた、このありがとうあなたに贈る歌と、ね、今実際この高野さんが歌った歌ね、キーがちょっと違うんですよね。そうですね、はい、ちょっと自分の方が低いですかね、うんうん、だけどね、やっぱり生っていうのはいいですね。そうですね僕も普段から生で歌ってるくせにね、やっぱ人のを聞くとね、うん、より思いますねはい、月光さんいかがだったでしょうか。そして SL 君、お母さんいかがだったでしょうか。いつもの高野さんとは違うんじゃないですか感じがね、はい、メッセージもね、他にもいただいておりますので、この後、あ、もう第3コーナー時間になりますね、はい、この後第4コーナーで、また紹介していきたいと思います、はい、楽しみにしていてください、歌は高野康夫でした。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、それではですね、第3コーナーはここで CM に入ります。 CM です。はい、時刻は、夜9時46分ちょうどですね、今47分になったところです。
第4コーナーですね。第4コーナー、はい、それではですね、第4コーナー、ここで、流暢自動車紹介より新春初売りのお知らせです。年明け1月5日6日7日新春初売り、特別価格大奉仕いたします。全車お年玉価格、すべて込み込みポッキリプライス、3日間だけのお得な特典盛りだくさん、お車のお買い求めは流暢自動車紹介へ、スタッフ一同心よりお待ちしています。以上、流暢自動車紹介より新春初売りのお知らせでした。はい、それではですね、高野さん、はい、どんどんトークにね入ってきてくださいね。そうです。今もうほっとしているところでしょ。ほっとしました、ね、はい、まだまだですよ、はいはい。それではですね、メッセージいただいておりますので、紹介したいと思います。この方、お、高野さんもご存知の方です。お、ね、そうですね、河原屋兄ちゃんからいただきました。どうもありがとうございます。久しぶりです。こんばんは。こんばんは。読みます。はい、深夜さん、ゲストさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リスナーの皆さん、スタッフさん、こんばんは。こんばんは。河原屋兄ちゃんですね。東京でお会いしましたけれども。会いましたね。ね、ライブで。はい。今日も神奈川県の実家のある湯河原町で聞いてますよ。いいですね、湯河原。温泉ですね。僕もやっぱり温泉のイメージです ね。 ね、はい。まあもちろんね、高野さんは行かれたことはありますね。やっぱ温泉の街ですか。温泉のイメージ強いですよね。ね、あと温泉まんじゅう。温泉まんじゅう、はい、いいな。温泉この時期最高なんじゃないですか。いいですよ、ね、いやちょっとお風呂好きにとってはね最高ですね。この響きがね、はい。オープニングから笑いじわいいですね。てなわけで、今年も残すことあとわずか、残すとこあとわずかですね。1年間皆様には大変お世話になりました。皆様にとって、来年は今年以上にいい年になりますようお祈り申し上げます。はい、河原屋兄ちゃんにもね、今年以上にいい1年になるようお祈りしています。ですよね。はい、はい、お互いに頑張りましょう。そうですね、はい。実は、この年の瀬にいろいろありまして、お、大変な年の瀬になってしまいましたが、お、これにめげずに来年も頑張ろうと思っています。そうですね、頑張ってくださいっていう自分がいるのも変ですけど、うん、いやいや変ではないですけどもね、まあ大変なことがあったんでしょうね。うん、でしょうね、はい、うん、はいはい。まあこれがね、新年、まあ、考え方によってはね、はい、僕はなんかこういうのもちょっとまたあれですけれども、うん、考え方によっては、うん、年明けてから、ね、新年早々っていうのもまたあれですからね、うん、はい。まあ、内容がわからないのでちょっとね、いろいろ言うのもあれなんですけれども、めげずにね、いきましょう。そして前を向いた気持ちでね、年を越せたらいいですよね、はい。1年間放送お疲れ様でした。ありがとうございました。良いお年を。河原屋兄ちゃんでした。来年さよならというね、河原屋兄ちゃんからいただきました。どうもありがとうございます。はい、実はね、来年沖縄に来られるという話を聞いていますので。あ、そうですか。会いたいな。会いたい。会いたいですね。またですよね。うん、はい、なんかこうまたね、みんなとこうね、集まって、そうですね、うん、ワイワイとこう盛り上がれたらね。初めて会った気がしないんですよね、自分。あれは兄ちゃん、初めてライブで会った時も、うん、東京の町田ですよね。そうですね、かなさん堂、はい、というお店で、うん、ですよね。僕の初めてそこで歌った時、うん、その時もね、仕事を終えて急いで駆けつけてくださったんですよね。そうでしたね、はい。そして前回も、はいはい、ね、また会いたいな、ね、ということですよ、はい、ね、会いましょう。お二人はね、湯河原と東京町田でしょ。僕まだ土地勘がちょっといまいちね、向こうの方わからないんですけど、町田はわかりました、
神奈川県寄りなんですよね。違う、県境、そうですね、県境ですね。もう隣が神奈川県なので。隣が神奈川県、はい、そうですよね、はい、はい、ですからね、まあ、まあでも難しいよね。いくらなんでも近いって言ってもね、世間は広いですもんね。まあ沖縄に比べれば近いですからね。沖縄に比べればまあね、はい、ということで今日はね、今見てくださってるんですよね、はい、高野さんがゲストにいらっしゃってます。もう嬉しくてしょうがないですよ、もう今日は、はい、はい、ね、はい、そうだから河原兄ちゃんもね、その来月ぜひゲストにっていうお話をしたら火曜日にね飛行機に乗られるみたいで、うん、ちょっとね残念でしたけれども、これはまた次の楽しみに取っておきたいと思います。よろしくお願いします、はい、ということで、河原兄ちゃんからいただきました。どうもありがとうございます。河原兄ちゃんもぜひね、前へね進んで前を向いて良い年を越せるよう願っています、はい、どうもありがとうございました。はい、ね、この放送今日が今年最後になりますけれども、本当に、ラジオを聴きの皆さん、そしてユーストリームで、ね、ネットでご覧の皆さんには本当に大変よくしていただきありがとうございました、はい、やっぱりね、まあ、この年の2014年の10月の後半からあやめがねまあ番組卒業という形で、まあ、いなくなってしまったわけなんですけれども、はい、高野さんもねあやめとはね、そうですね、自分もちょっと突然にいなくなってしまって、うん、びっくりしてるのと、はい、うん、元気なのかな、あ、元気ですよ、どうしてるのかなっていうのは思いますね、はいはい、東京でもね、うん、まあ、お世話になりました。沖縄に来られた時もね、はい、いつもお会いしてるわけですけども、はいはい、まあ、でも悲しいことじゃないんですよ、うん、はい、どうしてるのかなって言っても、先週番組を聞いた方、ね、ネットでご覧になった方ははちゃめちゃな明るさ、いつも通りの明るさでね、やってる感じが分かると思います。見ました。見ました、見ましたあんな感じです、はい、ですけどもね、はい、まあ、本当に皆さんに支えられて、今年もやっていくことができました。どうもありがとうございました。はい、まあ、来週の放送もですね、まあ、通常通りこれまで通りやっていこうと思っております、はい、まあ、これからね、抱負を今年の来年になってからですね、その年の抱負を、まあ、なんていうんですか、これを決めるというんですか、うん、ですかね、はいはい、まあ、今年やり残したこと、まあ、これもまた来年ね、継続していきたいと思っておりますので、ぜひね皆さん一緒に何かこう集まってワイワイできる場がね設けられたらいいかなというふうに思います。その時はぜひ高野さんも、あ、ね、いいんですか、はい、よろしくお願いします。沖縄また機会があったらあるかも分からない、はい、ぜひ遊びに、はい、待ってますください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、ということで、残り27秒となりましたけれども、まだまだ寒い日がこれからやってくるかと思います、ね、いつも同じことを言うような感じですけれども、できることからやっていきましょう。そして良い年を迎えていきましょう、はい、ということで、今年もどうもありがとうございました。今日もありがとうございました。お相手は私吉田信也でした。ゲストは高野さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。